1617マドリーより強いチーム内説。1617マドリーより強いチーム内説。紫マドリーに勝てるチームはいない。全員が全盛期だな。この時にナバスに惚れて今でも最高に好きな選手、間違いなく1617レアルマドリーは最強。いや、ユベントスよくこのチームと戦ったわ。ほんまに1112撃をし、個人的に1112の方が強かった。正直 GOAT 論争は入ると思う。でもモーリーの時代のレアルが一番だとは思う。個人的な史上最強チーム。普通に今のシティの方が強いかな。それはないと思うね。あの時のレアルは少し異常な強さしてたから。あるとしたらバルサかな。ただとりあえずこの時のマドリーは伝説。0910インテルでもギリ勝てないか。これやば。花ある資本党のスター選手の集まりだったな。